スコットランド独立運動は、イギリスの構成国であるスコットランドが主権国家となることを目指す政治運動である。スコットランド王国は中世前期に建国された時から独立国家だった。アンドルー・マーなど、その建国をケネス・マカルピン在位中の843年に求める歴史家もいる。スコットランド王国の正当性は繰り返される。 イングランドの侵略に脅かされていた。イングランドの国王たちは様々に正当化を施して、スコットランドを領地だと主張した。ローマ教皇をはじめ国外の支配者にはしばしば、そうした軍事的な侵略に対する釈明が行われた。イギリスのフォークロアの世界では、ポピュラーな神話に、次のようなものがある。すなわち、ブリテンの建国者であるトロイのブルータスは、イングランドを、 長子、ロクリヌスに与え、スコットランドを、罰しアルバナクトゥスに与えたというものである。スコットランド人はこれに異義を唱え、スコットランドはそれより古い時代に、ギリシア人の王子であるゴイデルグラスとその妻にして、ファラオの娘、スコタによって建国されたという自分たちの神話を作り出したのである。伝説によれば、エジプトからスコットランドまでスクーンの石を、 運んできたのはスコタである。スコットランド王国の歴史における分水嶺は1290年に起こった王い継承問題だった。それがスコットランドを操ろうというイングランドの新たな企みにつながったのである。イングランドに対するスコットランドとフランスの古い同盟がこの時初めて締結され、その関係は16世紀まで健在であった。イングランドとの戦いである。 第一次スコットランド独立戦争は1306年に即位したロバート1世の時代に終結し、その外孫ロバート2世がスチュアート朝初代のスコットランド王となった。ジョン・ヘイワード朝、イングランドとスコットランド2国の連合論、スコットランド王ジェームズ6世がイングランドとアイルランドの王位にもついた1603年からスコットランドとイングランドは、 人的連合により同じ君主をいただく同君連合になった王冠連合である。カトリックとプロテスタントの争いの最中、ジェームズ7世が1688年に退位し、プロテスタント路線のスチュアート家が1714年に断絶するまでの過程で、イングランドはスコットランドが独自の道を行くことを恐れた。 連合条約と連合法の可決を経て、1707年に2つの王国の正式な連合が行われ、グレートブリテン王国が成立した。ボニー・プリンス・チャーリーはじめ、ジャコバイトが率いる連合反対派のスコットランド人による強い抵抗は1746年まで続いた。1800年の連合法により、グレートブリテン王国とアイルランド王国が、 新たに連合して、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した。アイルランド南部の26州が1922年に自治領アイルランド自由国として離脱したため、この国は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国となった。1853年に初めて、スコットランド議会において自治を求めるホームルール運動が保守党寄りの組織である。 スコットランド権利用語協会に取り上げられた。ここで鍵となったのは比較対象としてのアイルランドだった。この運動は幅広い層へと政治的な訴求力を持ち始め、間もなく自由党からも支持されるようになった。1885年にはスコットランド大臣とスコットランド省がイギリス議会においてスコットランドの利益を追求し、 懸念を表明するための組織として再編された。しかし、1886年に、ウィリアム・グラッドストンが、アイルランド自治法を提出したように、スコットランド人たちにとって、自分たちの現状とアイルランド人に与えられた、ホームルールとを比べてみれば、満足のいくものではなかった。とはいえこの問題は、急を要する、憲法上の優先事項とはみなされなかった。一つには、 結局アイルランド自治法が庶民院を通過しなかったこともあった。第一次世界大戦の直前にハーバート・アスキス率いる自由党政権は広範な自治という構想を支持した。これにのっとり、統治法でその自治権が打ち出されたアイルランドにスコットランドも続くこととなった。アスキスの考えによればイギリスの構成国は共通の目的のために 団結して行動することはできても、イギリス全体の同意を必要としない、公正国内の政治問題には、取り組むことができないというのはおかしなことであった。これは、民族主義的な思想に基づいたものではなく、むしろアスキスは、連邦主義こそ、連合の根幹であると考え、ウェストミンスターへの権力の集中こそが、あらゆる失策の中でも、最悪のものと考えたのである。 スコットランドの自治法案は1913年に初めて議会に提出されたが、それ以上進展することはなかった。議会が重要課題とするのは第一次世界大戦に伴う有事体制だったからである。イースター放棄と独立戦争を起こしたアイルランドとは異なり、スコットランドは中央の支配に対して抵抗を行うことはなかった。とはいえ、 そこに継続的な自治の要求がなかったわけではない。1930年代には、スコットランド省が、スコットランドのエディンバラ、セントアンドリュース議事堂に移転している。イギリス政府に対する自治を求めた請願である、スコットランド制約も1930年に初めて、ジョン・マコーミックによって提案され、1949年に、正式に文書化された。この訴えには、 最終的に200万人の署名が集まった。とはいえ、この制約が主要な政党に帰り見られることはなかった。1950年にはナショナリストによって、ウェストミンスター寺院から、スクーンの石が撤去されている。そして完全な独立あるいはより温当な自治の要求は、1960年になるまで政治問題の中心に据えられることはなかった。 しかしハロルド・マクミランによる変革の風のスピーチが1960年に行われ、アフリカの急速な脱植民地化の始まりと大英帝国の終わりが多くの人に印象付けられた。イギリスはすでに1956年の末月期により国際的な非難を浴びており、もはや第二次世界大戦以前のような超大国ではないということは明らかだった。 多くのスコットランド人にとって、連合王国の大きな存在意義の一つを失われたも同然であり、当時は名高かったスコットランド連合党を団結させてきた、大衆的な帝国主義と帝国的な統一の終焉を象徴する出来事でもあった。連合王党は、その後、次第に支持を失っていった。1970年代、スコットランドに近い北海油田が開発され、 イギリスに莫大な利益をもたらす一方で、スコットランドのナショナリズムを刺激した。スコットランド議会は1707年のイングランドとの合併以来、ウェストミンスター議会に統合されていたが、独自の議会設置を求める声が高まった。1979年の議会設置の是非を問う住民投票では、賛成派の投票者が半数を超えたが、結果的に否決された。 しかし1997年に、スコットランド出身のドニー・ブレア政権の下で再度、住民投票が行われ、今度は可決された。2013年11月26日、スコットランド自治政府首相のアレックス・サモンドは、スコットランドの独立の是非を問う、住民投票に対する公約となる、独立国家スコットランドの青写真を発表した。2014年9月18日、 スコットランドで住民投票が行われた。有権者は独立に賛成か反対で答えなければなかった。すなわち、スコットランドは独立国家となるべきか投票開始までの1週間に行われた世論調査では、その得票差はかつてないほど小さかったが、賛成派が多数を占め独立国家となった場合、スコットランドの経済、軍事、金融、通貨、 公的年金はどうなるのか、イギリスの債務をどれだけ負担するのか、パスポートや市民権はどうするのか、エリザベス女王は国家元首に止まるのか、なと、イギリス連邦、国連、EU との関係は、といった問題に関して白熱した議論が進行中であった。次第に反対派が優勢になっていき、ついに55.3%の票を獲得した。 賛成票は44.7%、有権者得票率は84.5%だった。2016年6月23日に実施された、イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票により EU 離脱が決定したが、スコットランドでは62%が残留を支持したことから、自治政府首相のニコラス・タージョンは、独立した上で EU に加盟する。 可能性を示唆した。スコットランド語、スコッツ・アンサールダム、スコットランド・ゲール語、ネオ・アイシメイ・リーチドナ・ H アルバ1992年の記述によれば、マーは、スコットランド王国の建設を、ダンカン一世の時代の1034年としている、インサイド・インフォメーション。ヘラルド・スコットランド、2014年9月8日閲覧。ABCDEF ハット。 スコティッシュリファレンダムズ。BBC2007 年6月11日閲覧 AB。AB ハット ABCDE ハット AB デボリューション S スウィングスラウンドアバウト。BBC ニュース http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュ1スラッシュハイスラッシュイベンツスラッシュスコットランド99ザ・スコティッシュパーラメント 306,850STM2014 年1月7日閲覧。ジルソン、マイク、カムジョイングレートディベート・オンレーション、エス・パスト、プレゼントフューチャー。スコツマン、オリジナルの2016年8月19日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 8 1 9 0 7 3 3 2 0 h t t p w w w s c o t m a n c o m ニュースポリティックスカム &join great debate on nation エスパストプレゼントフューチャー -1 から6783572016年7月9日閲覧 ナショナルアイデンティティーズザ・ストーリー・ソーファー・アット・ザ・ウェイバック・マシン・ハットスコットランド独立国家へ白書発表 NHK オリジナルの2013年11月29日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20131129184248/http:/www3.nhk.or.jp/news/html/20131127/k10013365121000.html ハート行政府首相 スコットランド独立の青写真発表。ロイッターズ。https://jp.roiter.com スラッシュビデオスラッシュウォッチスラッシュ行政府首相スコットランド独立の青写真発表字幕27日 ID2 億7471万381スコットランドエスリファレンダム2014バックグラウンド2014年9月8日閲覧 スコティッシュレファレンダムスコットランドボーツノーツーインデペンデンス。BBC ニュース http www.bbc.com ニュース UK スコットランド -29274412014 年9月19日閲覧。リファレンダムリザルツターンアウトエレコードハイアズスコッツボートノーツーインデペンデンス。 スコットランドナウ、httpww. w, w, w スコットランナウ、デイリーレコード、CO、UK、ニュース、レファレンダムリザルツターンアウトレコードハイマイナス42864612014年9月20日、閲覧。英国が EU 離脱へ、スコットランド首相は、独立を示唆。AFP2016 年6月24日、閲覧。 ありがとうございます。